はい、こんにちは、Qさんです。いつもありがとうございます。ほ、おほのぼのって聞いたことありますでしょうか。まあ、このチャンネルをね、見ている方は、いや、そんなの昔からも実践しまくりだよ。いや、何を今更ってね、言われる方の方が多いんじゃないでしょうか。ハワイに伝わる伝統的な癒しのプロセスと、まあ、理解していいんじゃないでしょうか。4つの言葉を唱えるだけで、病気とか人間関係、社会秩序、あらゆる問題解決し、そして自己成長や願望実現を成し得るというですね、まあ魔法のプロセスなのですね。その4つの言葉は、一応言いますと、ありがとう、愛しています、ごめんなさい、許してくださいですね。ありがとう、愛しています、ごめんなさい、許してくださいという、この4つの言葉を使うとですね、あらゆる問題が解決し、そして自分の思いが実現するという、まさにマジック、魔法なわけですね。じゃあ僕自身、Qさんは、そのホ・オポロポロというですね、その魔法について、どのようにお考えですかと聞かれたら、僕はこう答えます。全くもって、その通りです。もう完全におっしゃる通りなんです。ごめんなさい。愛しています。許してください。ありがとう。もう完璧な言葉だと思いますね。いや、もう完膚なきですよね。もともとはですね、ハワイのとある、まあ、精神病棟だったと思いますけども、まあ、非常に秩序がね、乱れてる状況で、もう手の施しようがなかったと。そんな時に、この、ありがとう、愛しています、ごめんなさい、許してくださいという言葉を唱えていると、瞬く間に状況が改善し、そして、病も回復したというですね、まあそういう事実があったようなんですね。そもそもですね、ホーオポロポロはですね、まあ今、スピリチュアルの業界では、4つの言葉で、それによって、癒しのプロセスを得て、物々が回復し、改善し、そして願望実現するみたいなんですね。まあそういった、自己啓発的な意味もあるんですけども、もともとのね、ハワイは、その、和解と許しのプロセスっていうことですね。そして社会秩序、家族関係、病気の回復というですね、和解、許し、回復というですね、そういった儀式形態を言ってたようなんですね。まあそれがニューエイジ、スピリチュアルに移行して、4つの言葉を唱えてると、どんどん良くなるという、まあそういった話なわけですね。で、それに関してですね、まあ、ありがとうと愛してるはわかるんだけども、なんかね、ごめんなさいと許してくださいが、どうもしっくりこないんだっていう意見が結構多いみたいなんですよね。確かに、ありがとうと愛していますってのは非常に積極的なイメージです。それに対して、ごめんなさいや許してくださいは、なんか自分が悪いことしてるのか、私はなんか劣等なのかとかですね、なんかそういう罪悪感みたいなのを植え付けるような、まあ、そんな言葉に、捉えてちゃうから、なんかね、違和感あるんだよ、と。まあ確かにその4つの言葉を唱えてると、状況を改善するっていうのは、まあ頭でも理解できますし、実際やってると、なんかそんな気がするな、とはわかるんだけども、でもやっぱりね、ごめんなさいと許してくださいってさ、最初から自分が悪者みたいじゃんって思って、違和感を持ってる人がいるみたいなんですね。で、それに対してですね、先日そんな話をした時に、こういうコメントがついたわけですね。ホ・オポロポロの日本語は誤訳だそうです。ごめんなさい。私に光を与えてください。許してください。認め、受け入れます。ハワイ語で調べてみると分かりますよ。ということですね。どうやらそのホ・オポロポロですね、特にごめんなさいと許してくださいは誤訳だそうなんですね。で、僕はそれに対してこういうふうに返信しました。それは聞いていますが、誤訳ではないと思っています。I love you を夏目漱石が月が綺麗ですねと訳したと逸話されるように日本語の文化文脈を咀嚼した訳出と思います。直訳すると意味不明ですから、とですね。I love you をですね、夏目漱石が月が綺麗ですねと訳したというのは結構有名な話なんですけども、まあそれちょっとね、定かではないから一応逸話というふうに最近言われてるようですが、でもまあそういうふうに訳してそうだなっていう気もします。いや、きっとそうだったと思います。I love you って言葉ですね。明治や大正、まあ、昭和の戦前の人はね、まあ、使えなかったんじゃないですか。意味が分かんなかったんじゃないかなと思います。それよりも、隣に好きな人、恋する人がいて、その人を横にですね、月が綺麗ですねって言ったら、あ、この人は私のことを好きなんだな、愛してくれてるんだなというふうに理解できるという、そういった文化的背景があったんでしょうね。まあ今の人、我々も含めてですね、そういったところですね、まあ、よう分からんかもしれませんよね。好きな人がいてさ、月が綺麗ですねって言ったら、その文化的な背景を知ってる人は、うわ、この人なかなか洒落た
告白するなって思えるかもしれませんが、まあそれ知らなかったらさ、え、何、何言ってんのこの人、え、何、何っていうふうにね、なるわけなんですね。ですんで、もし、その文学的な素養のある人がですね、好きな人であれば、この言葉を言ってみるのもいいかなと思います。もう一回、まあ戻りますけども、I love you は、当時、明治や大正の人には、愛していますと言っても意味不明なんですよね。直訳しても意味不明なんです。そこで、まあ、夏目漱石が月が綺麗ですねというふうに意訳したんですね。その方が伝わるわけなんですよ。で、それと同じようにですね、まあ、そもそも、そのごめんなさいっていう言葉はですね、ハワイ語で、カラマイというみたいなんですね。カラマイというふうに。じゃあ、カラマイという言葉は、ここのコメントの方ですね、おっしゃってる通り、私に光を与えてくださいというのが語源だそうですね。で、ちなみに言いますけども、ありがとうはマハロですね。聞きますよね。マハロなんとかっていうあのハンドルネームつけてる人結構いますからね。じゃあ、愛しています。I love you はアロハですね。アロハ。アロハシャツのアロハ。マハロとアロハはね、結構聞きますよね。で、それに対して、そのごめんなさい。英語では I'm sorry と訳されているわけですけども、それがカラマイであって、そして、許してくださいが forgive me なんですけども、それがミヒですね。つまり、マハロ、アロハ、カラマイ、ミヒっていうのが、もともとのハワイ語なんです。で、それを英語圏の人がですね、thank you, I love you, I'm sorry, forgive me というふうに訳して、それをそのまんま日本語に訳して、そうやって定着したんだと思います。その結果、ごめんなさいとか、許してくださいという、なんか自分を罪人のようにね、前提とするような役。なんか違和感あるなってのは、わからないでもないんですけども、ただですね、ここで語源の通りですよ。もともとの語彙の通り、からまいをですね、つまりごめんなさいを、私に光を与えてくださいって言ったところで、通じないと思うんですよね。実感ないと思うんですよ。いや、もちろんなんかスピリチュアルのね、人で、まあ光とか大好きな人結構いますからね。私に光を与えてくださいの方が、まあしっくりくる人はいるかもしれませんが、でもちょっと待ってくださいと。私に光を与えてくださいってのはですね、いや、そもそも私って暗いのという前提になりませんか？ごめんなさいっていう言葉が、なんかもともと悪いことしたような思うという前提がね、植え付けられると感じるように、私に光を与えてくださいってのも、まあ似たようなもんかなと思うんですね。私は暗いんだから光を与えてくださいと。いや、私は全然光ってないんだと。暗いんだ。だから光ちょうだいちょうだいってね、言うのね、僕的には、日本人である僕的には、ちょっと違和感があるんですよね。では、もう一つのですね、ミヒですね。許してくださいってのが、私を認めてくださいってことなんですね。いや、私を認めてくださいって、なんだろう、え、全然認められないの？いや、そんなに認めて認めてっていう、なんかそれ言うのもちょっと俺違和感あると思うんですよね。それもね、あ、ごめんなさいね、とかですね。いや、許してくださいよ、とかですね。いや、逆に許しますっていうのもね、同じような意味らしいんですけども、いや、ちょっとごめんなさいね、と。いや、もう許してくださいよ、って。もうお許しくださいよ、って言う方が、俺は日本語として、日本文化、日本人として、しっくりくるような気がするんですね。で、そういうふうなことで言うとですね、例えば、ありがとうっていう言葉って語源、多分ご存知と思いますよね。サンキューっていうのは、もともと、あなたに感謝しますっていうのがね、サンキューなんですね。サンキューはあなたに感謝します。でも、日本語のありがとうにすると、それはありがたし、ね。ありがたしが語源ですよね。だから、めったにないとね、あることが、難しいというんですね。めったにないと思うんですね。ですので、サンキューをありがとうというふうに訳す、もしくはありがとうをサンキューと訳すのは、非常にちぐはぐなものが、そもそものその訳出になるわけですよ。だけども、サンキューという感覚で我々ありがとうを使いますし、我々ありがとうと言ってる感覚で、サンキューとかぴったり来るわけですね。もともと語源までたどるとちぐはぐなんだけども、でも文化的背景、お互いのコミュニケーションの中で、サンキューはありがとうでいいわけなんですよ。で、そういう感じで言うとですね、ほうおぽろぽろの、例えば、カラマイっていうね、I'm sorry, ごめんなさいなんだけども、それに対して、光を与えてくださいっていうのは、ちょっとなんか、僕は違和感ありますよね。同じように、認めてくださいとか、受け入れてくださいって言ったらさ、なんかもうすげえ、かまってちゃんみたいじゃないですか。それよりも、許しくださいって言った方が、僕はなんか、しっくりくるし、ごめんなさいって言ったら、来るわけですね。で、この、ほうおぽろぽろはですね、もともとは、和解と許しと回復っていう儀式のようなんですね。
だからそのスピリチュアルに行って4つの言葉で物事が改善するとかですね、願望実現するというふうに、まあ展開してきましたけれども、もともとは和解と許しと回復なんですよ。でもこの前提が和解してないっていう前提があるわけでしょ。そして許されていないという前提でしょ。で、回復するほどひどいという前提があるわけでした。だからもともとネガティブっちゃネガティブなんですね。愛していますっていうのはね、なんかまあニュートラルな状況から愛してるとですね。ありがとうもニュートラルから、まあ、ゼロからプラスに転じてるようですけども、でもごめんなさいとか許してくださいというのがなんかマイナスからスタートしてる気がする。でもそもそもホーポロポロですね、いろいろ語源を調べてみたらですね、和解というのはそもそも不和がないと和解にならないわけですよね。で、許しっていうのは許されてないでと許しにならないわけですよ。で、回復っていうのが元々の状況がひどくないと回復というかないんですね。ですので、生きていると、この社会ね、家族関係、人間、この体も含めてですね、なんかまあ、悪くなるっていうのは、これ仕方がないんですよ。で、これはもうデフォルトとしてですね、認めるしかないですね。いや、そんな、もう、どんどん良くなってるんだとかね、いや、すべて完璧なんだっていう、まあ、それは宇宙的な意味ではそうかもしれませんけども、でも地球的な、この三次元的な考えではですね、やっぱそういうことあるんです。で、僕自身もあるんです。どんどん良くなるし、完璧だというふうにですね、頭でも思ってますし、いや、それはもう宇宙的真実なんだけども、生きていると三次元で、この地球で生きているとですね、いろいろあるわけですよね。まあ実際なし、歩いてるだけでね、何か虫を殺してるかもしれませんし、例えばね、これまた議論を呼ぶかもしれませんが、何かを食べるということは何かを殺しているということなわけですよ。で、お肉を食べるということはですね、ね、牛さんとか豚さんを殺してそれを食べているわけですね。で、そこでじゃあビーガンの方がいいとかですね、ベジタリアンの方が素晴らしいんだっていうふうに、ね、言う人いるかもしれませんが、動物さんの犠牲というのはどっかにあるわけですよ。医療なんかそうなんですよ。必ずこの薬を作るのに動物実験ってしてるわけですね。だから動物実験を得ないでできた薬って皆無なんですよ。特に西洋医学の場合ですね。だからもちろんその我々は薬草だけ、その辺であるなんか漢方とかナチュラルなものだけ取って生きるんだって、それは哲学かもしれませんけども、それだけじゃあね、我々がこの生きてる中ではうまく機能しないわけなんですね。だからそのお腹が痛い時には胃腸薬飲んだりですね、なんかちょっと炎症起こった時は抗生物質飲むと。で、それらの背景には多くの動物たちの犠牲があるわけですよ。で、そのことをきちんと理解した上で目をそらさずにありがとうって言って、そして動物さんたちにごめんなさいと許してくださいという感覚は僕は非常に自然じゃないかなと思います。だから前提としてですね、まあ、許してくださいとかごめんなさいというのは、まあ、あるんです。それは事実であるわけです。その事実において常にごめんなさいというふうに言うとですね、まあ、その現在だったり知らず知らずに人に迷惑をかけてたりするその気持ちをどんどん浄化できるわけですよ。先日ですね、久高島に行った時に、その前田奈さんというノロの方がですね、何か悪いことをしてしまったんですという、まあ一つメンバーが相談しました。で、そのことは仕方ない。一生懸命ね、神様にお詫びをすればいいんだよって言ってました。うん、何かその自分で自覚してようが、していまいがですね、何かやってるんです。うん、別にそれはネガティブな前提ではなくて、必ず何かやってるんです。先ほど言ったようにお肉を食べたり動物さんの犠牲に医学が成り立ってたりですね、まあ、そのものを否定するのは自由だし一つの哲学かもしれませんが、でも現実病院という医学というものはですね、様々な犠牲があるし、いや医学とか食べ物に限らずですね、我々生きてるだけで何かしらその地球や宇宙に負荷を与えてるかもしれない。それに対してごめんなさいとか許せないっていう感覚は僕は自然だと思いますし、決してネガティブなことじゃないと思います。そういった意味でですね、僕はこのホーオポロポロの4つの意味ですね、ありがとう、愛しています、ごめんなさい、許せないというのは、それを唱えるだけで心がスーッとスーッと浄化されていって、まさに心がですね、清らかに、そしてクレンジングされて、微浄化されてってですね、まあそういう感覚になります。で、それで軽く体になった時にもちろん病気とか人間関係も回復しますし、自分の思いがそのまま届きやすいというのは、それは非常にロジカルな話かなというふうに思うんですよね。だからここでもうなんかね、ごめんなさいとか許してくださいってすごいネガティブだから唱えられないっていうのは、なんか非常に大切なところから僕は目をそらしているような気がします。目をそらしたままだったらやっぱり自分の体がどんどん重たくね、沈んでしまうんじゃないかと思います。まあその辺ね、もう違和感あるかもしれませんが、こういう、まあ、もともとは光を与えてくださいとかですね、認めてくださいという意味があるんだよということの理解は大切です。だから今まで、あ、そうだったんだ、知らなかったということであればですね、あ、そうだと、そこできちんと理解して、光を与えてくださいという意味で、ごめんなさいなんだなと、私を認めてくださいとね、
いう意味で許しとされるんだなと、そうやって理解することで、まあ、スーッとね唱えていけばいいんじゃないでしょうか。もちろんハワイ語そのままね言ってもいいかもしれませんが、僕はまあ日本語の意味を伴った、意味が我々の文化的背景として分かる言葉の方が効果があるというふうに思っています。ありがとう、愛しています、ごめんなさい、許しくださいと、ほうぽろぽろ、まあ改めて見直してみたらいいんじゃないでしょうか。僕もこの言葉とても大好きですし、実践したいと思っています。ほうぽろぽろでした。ありがとうございました。